あんなとこにでっかいスズメバチの巣が。はい、こんにちは。道にあるちょっと古いもののパパゲーノです。いつもご視聴コメント高評価ありがとうございます。で、今日は長良町に来ております。今日はね、この奥にあります山根稲荷神社をご紹介しようと思います。この山根稲荷神社ね、以前も紹介したことがあるんですけど、その時ね、これ何年前だったかな、動画は確か3年ぐらい前だったと思ったんですが、そのさらに何年か前にね、本殿が倒壊しちゃったんですよ。東日本大震災じゃなかったと思うんですけど、まあ崩れちゃいましてね。まあその後もね、ちょっと気にはなっていたんですが、今日たまたまね、近く通りかかったんで、どんな様子かなってこう見に来ました。でね、今ちょっと見てきたんですけどね、やっぱり再建は難しいみたいですね。資金難なんでしょうね。だから本当はね、そうですね、あんまりこう無残な姿をお見せするとね、ショック受ける方もいらっしゃるかなとかとも思ったんですが、まあでもね、なんか不思議なこう美しさと言いますかね、そういうふうな佇まいがありましたんでね、せっかくなんで、ご紹介しようかなと思います。ということで、よろしくお願いします。周囲はこんな感じですね。今ね、いるところこんな感じ。あそこにカメラ越しでわかるかな、鳥居が見えるんですが、鳥居のちょっと手前のね、広場です。以前はね、お祭りの時なんかはね、出店も出てたようで、多分ここら辺なんかにね、お店が出てたんじゃないかなと思うんですがね。今あちらの方の参道からやってきたんですけどね、まあこの途中もね、いまいち、なんていうのかな、以前はもうちょっとちゃんと草刈りとかされてたと思ったんですがね、なんかちょっと若干荒れ気味ですね。ここなんかも農地だったんでしょうけど、まあ見ての通りの状況ですね。休耕田と言いますか、耕作放棄地と言いますかね、そんな感じになってますね。で、ちょうどね、ここ細いやつの一番どんつきなんですよ。だからもうちょっとね、やつの先の方、集落に近い方はね、まだ田んぼやってらっしゃいますけどね、ここはもう随分耕作やめてから時間が経ってるようですね。それからね、この上に今は車道が通っています。上の車道はね、結構ね、僕よく使うんですよ。いつまでもまあ話しててもしょうがないんでね、じゃあ行きましょうか。よし、クローバーが、クローバーの畑のようになってますね。あ、アジサイが咲いてるね。で、まあいいや、こちらが本殿です。ここにね、空き家があるんですよね。まあ、ここも住んでらっしゃった方もいらっしゃるでしょうから、中には入りません。あ、今はもちろん住んでないですけどね。稲荷神社。やっぱりもう全然手が入ってない感じかな。あ、違うな。あ、これ配電壊しちゃったんだ。そうだ、さっきなんかおかしいなと思ったんですけど、ここにすぐ配電があったんですよ、以前は。で、その配電がね、倒壊しちゃったんですよね。配電は解体されたようですね。お賽銭箱があんな感じに置いてあるんで、お賽銭じゃあちょっと入れておきましょう。ちょっと多めに入れとこうかな、今日は。再建資金にしないとなんないですからね。ちょっと僕にしては多めです。どうしたもんだろうな、これ。配電はなくなっちゃったけど、でもそっか、本殿は実は無事だったんだ。あー、なるほど。あ、でも基礎だけ、あれ、いやでもこれ、基礎だけ作ってあるのかな、違うよな、解体した後だよな。でもこれ ボルトがやけに新しいですよね。どういうことなんだろう。あー、なるほどね。そっか、本殿は無事だったんだ。
じゃあ一応ご挨拶を。お稲荷さんが一つだけ、あれ首が欠けちゃってる。以前はねこの本殿のなんていうのかな、あの軒下にねあのちっちゃいお稲荷さんがいっぱい並んでたんですよね。でちょっとぐるっと一周だけ、あんなところにでっかいスズメバチの巣が、やべやべやべ、刺激しないようにそっと。でもいないのかな、空き家かな、うん、あ怖かった、びっくりした。まあこんなね感じのこじんまりとした神社です。あれ、あ、山西静雄って書いてあるのかな。へえ、なんか魚がなんて言ったらいいんでしょう、これね、波の伊八じゃなかったね。山西さんでしたね。あの上のあれは何だろう、あの生き物何だろう、イタチかな、あ、イタチじゃない、やっぱり狐ですよね。そうですね、稲荷神社ですもんね。狐なんだろうな。でも狐に見えないな。それとこっちは、あーははは、うん、ここね、わわ、なんか雲の巣だ、嫌だな。今日はこんな汚れのつもりじゃなかったんで、うん、あーでも彫刻の類とかね、ここに一応保管してあるのかな、うん、でこれはいわゆる横穴墓でしょうね、お墓、古代の墓をまあ拡張って言いますかね、うん、まあ広げて室にしたんでしょうけど、この地域によくあるパターンですね。あの長良、それから茂原とか大網付近はね、こういう横穴墓が多いですからね。ああ、なんかここら辺のお稲荷さんも全部欠けちゃってて、かわいそうに、うん、でもやっぱりこの基礎ちょっと新しいよね。ひょっとして再建しようと思って基礎だけ作ったのかな。再建計画進んでるのかな、ひょっとして。だったらよかったよかったなんですけど、またやがてね、にぎわい取り戻してというか、にぎわいっていうほどでもなかったとは思うんですけど、まあまたお祭りとかね再開されたりするといいですね。まあこんな感じでございます。だからね、皆様もよかったらね、あのこちら再建を応援してあげてくださいという感じでございました。ということで、今回の動画は以上になります。今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。せっかくなのでおまけとして以前来た時の姿も追加しておきます。これは2021年2月に撮影したものです。この時もうすでに拝殿が倒壊寸前の状態になってました。どうやら台風による土砂崩れで押しつぶされてしまったようです。この時の動画を公開した時なんですが、見てくださった地元の方が、やはりこの姿を最初に見た時、ショックで思わず泣いてしまったっていうコメントを寄せてくださいました。もともとはたくさんのお稲荷さんが置かれていた美しい神社だったそうです。
こじんまりとしていますが、地元の人たちに大事にされていた神社だったんだと思います。なんとか綺麗に再建できたらいいですね。それからここから数百メートル離れた山の中に、この神社に参拝するために作られた道が残っています。そして素彫りの随堂もあるんですね。そちらも必見です。あと最後にもう一つおまけがあるので、よかったらもう少しお付き合い願います。ああそうだ、思い出しました。ここまで来て思い出したんだけど、せっかくなんで、そこの辺りからだったと思ったんですけどね、上の車道まで出るね、歩道があるんですよ。それだけちょっとご紹介しましょうか。確かここだったと思うんだけどな。あれ？あ、これだこれだ。だからね、ここもね、比較的なんていうのかな、簡単にアクセスできるルートにはなってるはずです。というかね、ここはね、僕実は通ったことがなかったんでね、ちょっと興味があったっていうね。そこで無理やり皆様も付き合わせてしまうという感じなんですが、違う、鹿の角かと思ったけど違いますね、木ですね。ついでにここだけ見ると蛇にも見えるんだけど違うね、よいしょ。いや、よいしょ。さてどうなってるのかなと、どうなってるのかなってほどでもないんですけどね。これは紹介しても尺稼ぎだろうとかって言われてしまいそうな塩梅の道なんですが、これは本当に僕がちょっと来てみたかっただけです。はい、着いた着いた。で、今こんな感じの車道になっています。こんな感じです。こんな感じですね。この道ね、大網方面とそれからね、鶴舞方面をね、結ぶ最短かどうか分かんないけど、まあ比較的近道なんですよ。なのでよく使っています。ということでした。今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。今度こそバイバイ。